先日翔とお前から誕生日のもらったんだな。これでお返ししようと思って。あの字がうまいわ。何これ？20個入るサンプルあげるよ。え？はい、お疲れ様です。お疲れ様です。視聴者の皆さん、はい、あのね、今日、まあ、先日翔とお前から誕生日のもらったんだよな。そうですね。な、何くれた？モンクレの T シャツ。モンクレの T シャツな、はい、でこれでお返ししようと思って社長に何かいいのありますかって言ったら、まあ、売りがうまいわ。うまいですよ。お前上手ですよ。プロですから。上手だよ、これ。8万2000だぞ。これ。これ、これ、なんか言ってましたよね、さっき。いや、絶対安い。うん、そうですね。だいたいリストの順、あのまず真っ白ってのは結構少なくなってきた。裏も可愛いよ、ちゃんと。あのこういうね、でここのタイプのこのタイプは結構新しい方で、はい、これでここのカナダのマークがここに横についてるのがもうちょっとおしゃれ。へえ、可愛い。でも確かにこの中でいったらこれ、これが一番あのシンプルで。確かにね。これ季節あるの？それだと。うん、これいいんですけどもまずサイズがないのとサイズなかったんかいい。あ、黒だもんね。黒でこれ絶対白、白のが可愛い。あ、白のが可愛い。形もなんかこっちのが可愛い。ちょっと変形してますね。確かに、まあ、こっちの形が可愛い。スルッとしてます、うん、ワンポイントの感じも可愛い。スルッとしてます。でもここ本当にさ、毎回来るとさ、いつも感動する。はい、さ、ディスクとかもさ、バーッと見てあるじゃん、はい、うん、でさ、俺最近気に入ってんのこれ、社長何したの？ラフね、この T シャツがまた照れ可愛いんだって。これ、これ買った。可愛い。え、この、そのグレー、グレーじゃないの？可愛いですね。これ、あの、前よりね、お値打ちになってて可愛い。で、生地がいい。まあ、そうだ、生地がね、チュルチュルで。確かに、その緑のやつが可愛い。毎回言うでしょ、社長。社長、君の方がやった。このメーカーのこの服ではこれが安い。これが安い。社長、ありがとうございます。で、俺もう今日買わされたじゃあ乗らされただけ、ね、でか、社長の口に乗っちゃって買っちゃうっていうね。このブランドでこの値段はこれないって本当なんですよ。3万台今もうないんで。このズボンそんな高いのばっかじゃない。3万台高いと思うかもしれない。いや、僕のは結構良くて、これあれ何でした？あれやったじゃないですか、あのマイケル・ジャクソンのやつ。はい、脱ぎましょう。あっ、つくにあった、はい、あれも可愛かった。生地がいい感じ。あんまり何でした？あれ1万6000円。かわいい。2万2000円。でも可愛い。でもその可愛いね。ペッツロックって言ってる。ペッツロック可愛い。これはペッツロック意味ないか。こうやって買いに行ったの？それだって本当に自分で買い付けに行って、買い付けに選んで同じブランドだったら何でも入れるとかじゃないですよね。あ、このブランドとかこのブランドのここが一番おすすめだから、これ。ああ、またうまい。じゃあ、ほんとなりちなみに俺は今日来るのに新来たかったショーのこの間誕生日プレゼントのお返しと、これジーパンもね、これ無料で直してくれてるんですか？いつも。いや、有料？有料です。お金取られてるんですか？はい。いつも3000円、一箇所2000円から3000円で、ね、これ、それ誰が直すんですか？そういうさんが直すの。はい、どうやって直す？こうやって塗ってくれてるんですか？こうやってこううで、こういう風にやってとかちゃんとおしゃれにジーンズに奥やってくれる。そうです、当てて、うん、これと似たようにやってとか、ちゃんとやる。だから、うん、こういうただ直すだけじゃなくて、で、結構周りが弱くなってる場合があるんで、はい、結構大きく当て布をして、こうやって。はい、はい、じゃあちょっと現場に行ってみようか。今からその処理。へい。さあ、現場来ました。今ね、まあ、ちょっと現場映せんですけど、ゼネコンかな、サブコンみたいな。ゼネコンだな。の中間。すごいぜ、これ何段だって。25段ですね。25段の足場の今日から帰ってない。2日目です。解体は今日っすね。で、先週の土曜日に前段取りで幅切らせる、うん、いや、俺見せたいぐらいだけど、これじゃあんまり取れんの外からないのかな。え、何メートルぐらい？30メートルぐらい？40メートルぐらい？49、あ、48、7で、今日18段戻します。18段戻しました。そのシャシャとドヤ顔がすごい。他の全面じゃないだろ。一面ですけど、うん、こっちはこの高さだろ。そうっす。何階だな、これ。15階。15階建て。タワークラブ全部うちで組んだの。そうっす、一式で。で、カンパシーと入って、
もう名駅栄からほんと5分のところだよな。はい、っていうか何屋が面白いってこんなに材料あんだろうちと思って。いや今もどまり結構あるじゃん。はい、これがまだ何とかかかっとんだろうこれみたいな関係が。そうっすね、すごいな、ちょ結構材料あんだね。そう考えたらね、それかかるかな。はいはい、じゃあ旅買ってきたやつだぞか。おしゃれ旅だよ、おしゃれ旅。うん、これ文字旅だよ、ディスクで旅売ってたの。これ旅じゃない。今日がミオが最後ってことと最後だよ、最後って言ってる。今日が最後、水曜日が最後か。そうですね、あと2日しかいない、うん、お前この間誕生日プレゼントになったから。いや、そういうのお返し。めっちゃかっこいい。それ渋いだろ。渋いっす、ミオが選んだけどね。ディースクってめちゃくちゃ高いっす。もういいぞ、倍返しだよ、倍返し。これいいだろ。え、マジ。ちょっと履いて、履いて。いや、今欲しくないです、もう。いや、じゃあサイズ見たいんだわ。いや、サイズはいいんです。今ちょっと汗かいてるんで、これ汚したくないし。いいんだよ、そういうなんか、お前、そういうなんか嬉しいアピールか、お前、女子か、お前。いや、マジ。いや、許して、許して、許して、許したくないっす。そういうなんかもう、そういうなんか女子アピールが。いつもこれ、嬉しさアピールが。お前の、お前、誕生日プレゼントのミオラの隠し撮りで見とるか。冷めた感じ、冷めた感じは見とるから。これ結構いいよ、これ動画で撮っとるもんな、これ。うん、え、ちょうどいいっす。あ、ちょうどいいな。あ、よかったね。はい、おー、かっこいい、かっこいい、これマジかっこいい。車両通いい感じ。これで仕事しようか。それもう別に嬉しくないです。ここで履いとったらやばいよ。だからもうミオにも出しとくわ、まあ、早いにみんなに持ってくのもあれだから。確かに、まあ、いいだろ。え、マジこれマジかっこいいよ。マジかっこいい、マジかっこいいな、かっこいい。全然普通におしゃれ、いいよな。これなかなか嬉しいんじゃない。なかなかそうだ、かわいいよね、結構新バージョンかな。この黒のやつは結構あるけど、白はなかなかね、裏まで白、黒は裏が黒のはあるけど、真っ白がない。結構履いたらすぐ白白は穴が開けるなんて。ちょっとめっちゃドンとか言ってるし、まあまあな勢いで投げてるから。はい、じゃあ今日はラゲッジさん、はい、顔出して、まあ、岐阜の、はい、まあ、インスタとかもやってるんで、ぜひね、あれ結構おしゃれで、俺結構ありにくいし、俺も友達紹介してもらって、そいつがめちゃくちゃおしゃれじゃん、うん、そうですね、俺の動画見たらそんな、俺はさ、なんか緩い感じで欲しいってよく言うけど、あそこは本当にジャケットとかそういうなんか本当にパキパキに決めたいっていうのは結構いいと思うけど、であんまり高くないじゃん。うん、高いものもあるけど、安いやつもある、うん、結構いいと思います、はい、ぜひ岐阜のラゲッジさん行ってください。はい、じゃあ誕生日おめでとうございます。いや、まだ失礼して、はい、誕生日がありました、はい、まあ、とりあえずこの間お返し、はい、粋なことやってくれたからサプライズな。はい、いずれなお前、やっぱり普段のプレゼントです。プレゼント、めっちゃうざいやん。はい、プレゼント。はい、じゃあせーの、またみでー。